チャンプ。なる。ちょっと休憩入るけども、休憩後、もう PPP が行こうか。なる。ねえ、ちょっと追い込み練習をちょっと今日は増やすから、しっかりとお前ら覚悟して。OK。なる。はい、行きましょう、解放。誰のこれ。すいません、どうです。何も買うな、お前ら。なる。もう部費では何も買いません。お前それや、自分で買うたの。違う、こんなことだよ。でもこんなこと金馬できんな、考えられへんわ。お前ら言われたら、お前や、言われたらちょっとやらんかいや。そこもカバンあるやろ、着閉めろ。これ僕のじゃないです。言うとんねん、ゆきめろ。聞きました。僕のじゃないです。え、ほんならこのヘルメットはじゃあお前のな。お前のやから自分で置いてんの。いや、違います。一緒やんけ。じゃあチームのものやろ。誰かのものでもや、散らかったらや、やってへんちゃうの。こういう状況よ、今。なるな、こういう状況よ。帰っていい、先生。帰ってもいい？なあ、おれへんよ。帰っていい？なあ、何を教えたらいいの。じゃあこんなこともできん。いや、僕のじゃないです。あの状況で4年1年坊主がおって、それを教えるお前ら先輩たちがこんな状態で、先生は何を教えたらいいんだろう。じゃあないや、先生のこと。帰っていいですか。だから聞いてんだよ、雪村。はい。はい。おい、待ってや。すいません。何をしたらええの、先生。何を教えたらええのよ。わからへんよ、と。お願いします。お願いします。帰りたそうにしてるからな。とりあえずどうやって監督さんに残ってもらうかっすよね。だから、うん、
旦掃除でもします？なるなる。それやったら掃除してる間監督に帰らずに待たせるってことなら、うん、確かにそれ結構やばいな。やばな、うん、あれはどうですか？ PPP ランするんで見ていてくださいって監督に言うの。なるなるなる。なんかなんでってなるそれですか？そうかも。やっぱさ、今回俺らが送られてる原因ってこういうだらしない部分であるからさ、やっぱそういうところにフォーカス当てて、うん、あのディスカッションしていった方がやっぱいい案でんと思うしさ、うん、まあ今日のところはそうやな、うん、あ、ほなシンプルに全員でもう一度チャンスくださいって頭下げに行くんどうすか？だら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 。多分まだ1回目なんで監督さんも許してくれる気がします。それは確かにそうですね。なる。行きます。うん、で、あ、そうか。あ、でもさ、あれやん、あのこういう時こそ口約束ってあかんのちゃう？やっぱりさ、監督がいつも言ってるように人の心を動かすのは行動ってよくおっしゃってるやんか。なんか俺が思うに、もう全員で声出し練習するとか絶対そっちの方がええと思う。ああ、こういう時こそ監督の教えやと思う。そうっすね、そうしましょう。そやな、よし、うん、行こうか。溜めて溜めて解放。うるせえ、め溜めて溜めて解放。うるせえ、溜めて溜めて解放。うるせえ言うとんねん。はい。何しとんねん。あ、いや、あの、いつも監督さんが人の心を動かすのは発言ではなく行動っておっしゃってたんで、プレイで見せようかと。いや、まずや、まずまず謝罪やろ。なんでプレイってなんや、お前。それ普通に練習再開しとるだけやんけ。まず謝罪して、で掃除で怒られたからまず掃除せえや。せめて PPP やるから見といてくださいとかちゃうの。なんもうがっちょらい。もうやばい。お前らさんね、今度の遠征もう来んな。もういい。もうお前やめろ。なる。交代せ。キャプテン向いてないから。翔太、マシがお前やれ、キャプテン。え、うん、しかそれで新チーム僕、はい、ですか。はい、お願いします。はい、すいません。よし、行こうかーい。あかん。なんで、何勝手な行動してんの。まだ練習せえへんって。なるなる。どういうこと。いや、だから今全員でベンチおったら監督来た時に休憩残り5分ですって言ったら通用すんねんって。お前だけ練習一人してたらおかしいやろ。うん、なあ、分かる。連帯責任になるから。はい、パッパサボって、パッパサボって、パッパキャプテン命令や。なる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 。そうそう、トレーニング行こうか。はい、よし、大事ね、行くぞ。あ、俺が教えたるわ。お願いします。もっともっと気持ち込めて、気持ち込めて、感謝も込めて。じゃあ、何のトレーニング？リハリング研修。何それ？監督が来た時にいち早くゴールするための練習。なる。キャプテンメリー。なる。やりたくないやったらお前も向こうでサッと。あ、行くぞ、次追い込みや。追い込みすんの？当たり前やろ、お前監督おらんときなんてどないすんねん。何すんの ?PPP。KKK。おるー。KKK。KKK。行くぞ。はい！はい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 。サブ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 。なる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 。ボールが行くの。こんな固まっとったらわざとしたってなるやろ。で、この何寝てるときちゃんとリラックスしたったり。サボれてた、ちゃんと。集中力が足らんねんて。あい！はい、パパパパ、早く早く早く。はい、もうストップ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 。結局言ったことできてないやん、なんもう、うん、何してんの。おい、じゃあ、おい、翔太、これ何の練習。何これ、 KKK やん。何 KKK って。監督来るから痕跡残す練習法。なる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 。うん、はい、もうええ、もう行くぞ。はい、片付けて、はい、パパ行け、パパ。はい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 、早く早く。なるなる。
先輩、監督来ました。監督来ました。待って、監督来ました。おい、はい。ああ、監督来たから回しんや。ありがとうございます。ありがとうございます。監督、瞬発力トレーニングと KKK を行っていました。今日のところはお引き取りください。わかりました。やばいっす、やばいっす。来ました、来ました、来ました。やば。よし、よし、よし、はい、ラスト、はい、よし、よし、どう休憩で、はい、よし。帰るぽい、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 帰るぽい。なるなる。帰るの、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 帰るの。帰るぽい、帰るぽい、帰るぽい、帰るぽい。しっかりと来週演奏やから、はい、うん、気抜かずに、はい、自分らで調整してな、はい、オーケー、しっかりやるよ。おっ、鈴平先生、こんにちは。どうですか、野球部。あ、いや、今年こそはと思ってね、僕ら。サッカー部は今、サッカー部今もまだ練習中で働いてますね。あ、そうなんです。いやいや、もうお互いね、もうサッカー部さんの成績にはいつも勝てないです。いやいや、全然そんなそんな。でもそんなことよりは、ね、はい、この前は話してた、あの保護者会のやつ、はいはいはい、あれね、野球部とサッカー部で何ができたらなって思ってるんですけど。あ、なるほど。お時間も大丈夫です。あ、全然大丈夫です。帰るの、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 帰るの。はい、まあ、まず、まあ、今年最後の練習ということでね、無事にこのチームがね、みんなで、今日という一日をね、迎えることができて、先生は嬉しく思っております、はい。でね、しっかりといい状態で今日終わらしてね、うん、今日終わらして、で、途中構想や、ね、はい。で、まあ、今日の練習メニューやけども、お前ら、ワクワクドキドキしながら今、まあ、ジュレスもおるかもしれんけどもね、去年はランだけで解散か、はい、はい、はい、今年も一緒、はい、ランだけして解散でいきましょう。あ、そうっす、うん、はいはい、もうそこはね、お前らにとって大事な時間でも先生分かっちょるからね、しっかりランだけやって、その代わりしっかりともう盛り上げて、いい状態でランで締めて終わるわ。はい、はい、OK、 はいはいはい、はい、最後まで、最後まで、最後までよ、した。はい、よかった、よかった、よかった、よいしょ、よかった、はい、よかった、はい、よかった、はい、よかった、入れたん、よっしゃー、くっす、はい、よっしゃ、はい、おや、おや、いいの、打撃はなる、もう打撃はいいの、嘘だろー、ボールさんに感謝伝えた、なんやそれ、バットさんに感謝伝えた、なんやそれ、終われる、今年それなんでや、今日先生に
最後に打撃教えてくださいって連絡して入れてきたやつがおらん。なる。白井だけ。あいつめ。白井だけのやつやな。最後に連打撃教えてくださいって朝一連絡入れとったわ。白井だけ。なんでそこの温度差がお前らバラバラやねん。打撃行こうか。暇すぎ。打撃行こう。今から。で、はい、もうしっかりとボールさんに。バットさんに感謝を伝える。なんやそれ。で、もうチーム全体で行こう。チーム全体で打ち損じた回数分打撃で T 打撃や。もう簡単な T 打撃。打ち損じた回数分みんなでボールさんに懺悔。バラバラバラ。今年1年すいませんでした。一球一球に謝る。それをやってどうしようこそや。ボールさん、今年1年すいませんでした。すいません。オッケー。え、お前らやっとけ。先生もちょっと行かなあかんから、行くけども、しっかりと最後まで謝っとけよ。オッケー。はい。はい、やんな、やんな、しっかりな。はい、余裕としよう。ありがとうございました。よし。でも、こいつにらしとったやねんて。お前らこれ、やっとけよ。あ、はい。知らん、お前、もっともっと謝らんから、青は。じゃあな、頼むで。はい。うそだろー。今チームええ感じやな。みんなでな気合い入れて年こそ言うてやっとんな。お前みたいなゆるキャラはいらない。出ろ。なる。もうやるお前ら。それでな、いえ変わりないやろ。見えてこへんねん。やめたら。もう一回お願いします。お願いします。お願いします。いや、もう一回お願いします。お前できるこの状況で。お前が指導者できないって言ったら。お前連絡。もう一回お願いします。いや、カズ君、すいません、もう一回お願いします。カズ君お願いします。もう一回お願いします。すいません、もう一回お願いします。踊れ言うとん。もう一回お願いします。もう一回お願いします。お前らが話し。はい。なんでお前らさ、一緒に来えへんの。お前らも来いよ。どうしたらいいか分からへんかってんと。ちょ、マジだるごだね。どうする。もうそれや、監督怒っとったやん。しっかり話しちゃおうや。いや、そもそもあれは監督追いかけなあかんやろ、全員で。知らんし、お前が真面目なだけやろ。おいで、何やその言い方。今は真面目に話さなあかん時やろ。とりあえずちゃんと話し合って監督んとこ行こう。明日練習試合から許してくれるって。いや、まあせやろ。まあさすがに明日練習試合やしな。反省するふりしといたらええんじゃん。ふりだけじゃあかんやろ。しっかり反省せなあかんねん。そもそもな、みんなエラーしすぎやねん。俺かもしれんからな。誰や一番下やつ。白井さん14回してましたよ。白井のせやんけ。こんなん言うててもしゃあないから、とりあえず謝りに行こう。いや、でもキャプテンおらんからさ、まあ、3年生リーダーがいかなあかんな。やっとお前3年生リーダー、早行ってこいよ。解放エクステンション。